おはようございます。と言ってもちょっと遅い朝ですけども、今日はですね紀伊長島やってきてます。で、まあ辺り一面に、あるこの岩礁帯ね、岩礁帯をボートから、小型のボートから狙っていきたいなと思います。で、ターゲットはですね、まあとりあえずあのジグヘッドで、なんか反応を見ながら、ターゲットはランダムに、変えていきたいなと思います。いつもの僕の遊び方やね、ターゲット絞り込むんじゃなくて、自分がまあ作ったワームで、もしくはルアーね、いろんなもので、どんな魚が反応するか、それをまあ楽しみたいと思います。はい、まずはこれね、ネウオ玉、まあ、ジグヘッドね、あのフレックスになってて、後ろがオフセットになってます。で、これで後ろにワームをつけて、まあ、旗、頭、その他もろもろ釣っていきたいなと。で、あとは、タックルいろいろ用意しているのは海なので、何が起こるかわからない。で、目の前でねすごい光景が、例えばナブラだとかね、そういったものが多かった時に指をくわえて見てるのもどうかと思うので、いろんなタックルを持ってきました。で、基本的に今回ね、バスロッド、まあ、ハートランドやねをメインで持ってきてます。じゃあまずね、あの無難なネウオ玉、これが 14g ね、これで、どうしようかな。まずは無難な、これはジャコバグのタイプじゃなくてビビビバグやね、バス用のカラーを持ってきてます。はい、何でもいいです。で、バス用の方が若干柔らかい、海用はね水が硬いんで、マテリアルを硬くしてます。はい、はい、ここらのもう今回使おうかなと思ってます。はい、行きましょう。よし、はい、ロッドトリップ7スピニングね。で、リールがイグジーストの、2000番台で、ラインが P の06に12ポンドリーダーつけてます。で、14g のネウオ玉、はい、よし、これでいこう。18m か。あ、餌いてるじゃないですか。何の餌ですかこれ、サバ？いっぱいいてるけど、飲ませサビキやりたいなぐらいいてるいてるね。はい、そこ着きました。おーしょ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 、うーん、ネゴ玉はすぐ釣れるんですよよし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 、さあ何が来るか、何が来るか、何が来るか。はい、一発目は手番頭、よっしゃーよいしょ、ほい、釣れました。これも今ね、ネウオ玉ボトムについて、竿を上下にトントントンと、そしたらまだ P ラインが残ってるので結構、ハイリフトになってると思います。で、そこについたら釣れました。料形頭、ここの頭は美味しいよ。使うフックがね、20か1番か、その辺りを使うと思います。はい、じゃあもうちょっと重たく早くしてみましょう。色もじゃあちゃんとした海カラー使いましょうか。はい、これが岩ガニね、岩ガニカラー、背中がまあダーク系で裏が白系、白系なんだけどちょっとだけ緑入れてます。まあ、ナチュラルに見えるように。岩ガニ見たら僕は緑に見えるんですよ、腹がね、白の中に緑があるように見えるんで、まあ、それをちょっとモチーフにしたんで、薄グリーンやね。はい、でこんな感じ。はい、重さ重たくしました。 21g、 ライン P の06にリーダーがプロロの12ポンド3号です。で、今 21g のネゴ玉入れました。ちょっとスピード速くできへんかなと思って、そんな感じです。重りがね、重たくなればなるほど、竿は硬くしないとスタックしやすいし、フッキングもできなくなります。おーしょしょしょし、うーん、重たいと手返し早いね。ガッチャンですわ、これ、控え。お、赤旗くん来た。
赤旗でしたわ。引かへんけど赤旗。よいしょ。今日ね、ジャコバグメインに持ってきたんですけど、今から、作っていくワーム、次の機会なんかでも紹介したいと思いますけども、シャットテールのワームだとか、グラブ系でその他もろもろ作っていきたいなと思います。はい、ちっちゃいけど赤旗、こいつもうまいやつ。でもこのサイズの頭やったら持って帰るけど、このサイズの赤旗は逃がします。はい、30になるとやっぱりね、だいぶ深いもんね。あ、赤旗や。赤旗はガッチャンとよう似た感じで上がってくんね。痩せてるわ。はい、よいしょ。あー、口痛いよ、気つけてね。はい、ちっちゃいな、絞り込まないな。ね、どこで力を注ぐかでだいぶ変わってくるんで。あー、小赤旗やな一緒だな、小赤旗。何メーターですか？そっちだろ。22 21で、水深21メーターのだんだん浅くなるんで、この辺り、見えてるね、あの岩肌あるじゃないですか、あれが水の中に入ってると思うんですよ。なのでもう船長がこうなってるいうことを忠実に聞いてやる。お、当たった。軽い軽い。赤旗ちっちゃいね、早く逃がしてあげよう。よいしょ。あ、いったいったいった。これね、今はパラグラブとして、バス用のやつを使ってますけど、海用のカラーで馬旗グラブという名前で、名前が変わってリリースされます。で、マテリアルも、若干固めにして変更されて、でカラーが海のカラーでラインナップされる予定です。はい、今はバスそのままね、パラグラブ、馬旗グラブね、うまい旗を釣るぞみたいな、赤旗、大門旗、キジ旗とか、そんな感じ。水深12メーターで14グラムのネウオ玉に変えました。止まった。よっしゃ。浅い方に投げて、で、ジグヘッドが馴染むまでね、フリーフォールさせんとテンションかけといて、ずっと止めてると当たりますね。あー、畑くん、お、ちょっとマシ、俺ちょっとマシになりました。太いだけか。早く畑投げて浅い方に落として、これなかなか大がっぱりではできないんやけど、例えば磯から対岸の磯に投げることは可能やね。で、要はダウンヒルで落としていくんやけど、ジグヘッドの重さを利用しながら、あと水の抵抗を利用しながらちょっと宙に浮かします。だからターンターンで止めといて、ふわーっとこう漂わせてる状態、パンパンでここで止めとくの、落とさんと。今まではこう落としてたじゃないですか、落とさんと一瞬だから滞空時間を伸ばしてあげる。あ、引っかかった。滞空時間を伸ばしてあげる、伸ばしてあげる、こうやってね。なんせイメージはね、こう岩があるじゃないですか、岩があって、ゴツッと言ったらこっち側から回ってくるかもしれないんだけど、見えへんかもしれないでしょ。だから上に上げて見せといてからもう一回落とすんですよ、こうやって影になって。そう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 、イメージよ。ひったくってたね。あ、根に潜られた、ね、根に潜られた。でもね、大体こうやってるからね、めっちゃこうやってる。そんな大きないよ入った位置が悪かった。 これのこっちで釣ったんやね。頑張るね、こいつ。磯とかの
サイドプールで、まあ言うたら潮だまりね、で、頭置いとくでしょ。で、手で取ろうとするじゃないですか。ほんだらこうするのがほんまに体感できますよ。あいつらどうしてこれ手入らへんようにしとんのやろみたいな。で、何秒かに、じゃあ1分間に1回ぐらい、テンションなしから、ぐーっとテンションかけてあるんですよ。出てきたほら、大したことないのにね。ほれ。ねえ。こんなんに取られたくないじゃないですか。はい。出てきたのはこいつでした。このね、ヒレのトゲトゲって多分そのためにあるんやと思うんですよね。別に釣られんためじゃなくて、まあタコじゃないけど、そういった類のもん。うん。やだよ。噛むところなくなるみたいな。はい。はい。こんな感じで。即興のキャロ。ショートキャロ。はい。これは1オンス。28g。寄ってきたな。キャロで来ました。ガシラ。赤旗のちっちゃいの。どっちや。あー、赤旗のちっちゃいのでしたね。おい。ワームのカラーを選ぶのは、まあ赤系、クリア系、で、グロー系、で、茶色系、茶色というか、ダーク系やね、クラブっぽい色。とりあえずそれで、で、まあバスはしてるかもしれないんで、バスのワームをとりあえず持ってっといて、で、ダーク系はそれで済むじゃないですか。で、キラキラする、まあね、そういうカラーと、要は使い分けなんで、多ければ多いほどいいんですよ、はっきり言って。だってその色がなかったらね、今言うてる色の中で1個抜け取ってそれが当たるぐらいだったらもうそれで終わりですよ。うん。で、それはもう変な話、こんだけ揃えばいいですよっていうのは、はっきり言って、この色で最後のその色あったら釣れてたのにって絶対なるんですよ。カラーに関しては多ければ多いほどがいい。うん。特に海は深い差が違うじゃないですか。だから浅いところと深いところで、例えば同じ色として認識しているものが深さで違うはずなんですよ。で、例えばいろんなとこ行くでしょ。いろんなとこ行ったら水の色がここ緑じゃないですか。これ九州行くと青いんですよ。絶対好みのカラーちゃうはずなんですよね。だからまあ一番いいのは船長に聞いて、何色忘れてますかと、もうそれが全てですね。僕に聞くというんじゃなくて、で、僕は一応聞きながら試すことがあるんで、いっぱい持ってくるじゃないですか。でも使って減ってるカラーがあるんですよ。で、僕はそれは何かというと、岩ガニカラー、白と、ダーク系のコントラストでパッパッパッパ見える見えないがあったりすると、なんか魚が嬉しそうでしょ。腹が白いっていうのは魚も、カニも全部一緒なんで、それをまあモチーフにから、ツートンっていうのはそういう部分があるんで、新しいポイントにやってきました。最初にやってるのは猫メタル 19g。 お、なんか来た。お、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 ちょっと絞るぞ。あんま大したことないな。止まったな。はい、さて、猫メタルできたのは赤旗。腹パンパンですね、これね。よう食うてますわ。やっぱジグ食うやつ、あれやね、餌食うとるやつやね。はい。はい、釣れました。今回の塩は、だから塩が悪いんやね。全部ね。水がね、まっすぐ。なんかこういうのがない。ジグが軽い。そこトンって当たった瞬間に噛んだね。ガッチャン、赤旗、どっちですか。はい、ガッチャンで、あ、赤旗や。よいしょ。あー、こいつですね。もうちょっと大きいの連れてきてほしいね。はい、猫メタル 19g。 こいつこの水深やったらすごく使いやすいね。バランスがいい。キビナゴ見てたらメタルジグだらけな感じやもんね。
逆にメタルジグランブですよ。もう違うなこれ。あ、それか、それや。あ、ちゃう。止まる。止まる。ガシラやな。よし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 。赤旗や。赤旗。なんやろ、今回赤旗がね、全然引かへんねん。あ、今日一。夏バテ気味やね。なんやろ。はい。うわあ、ハッサッサ。怖い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 。真似をしないようにね。はい。はい。